佐藤ですけど、どのように捉えてるかっていうと、三日月を見ても、まん丸という前提を扱う。まん丸どころじゃない。本当は百万点という前提にする。あなたを見て百万点として伝統して扱う。前提。前提が見えたという嘘を言ってるわけじゃない。想定でもない。前提なんです。あなたはこんな素晴らしいんだという前提。で、医療をやる。それを前提で教育をやる。それを前提で人々と付き合う。それを前提として我が社と付き合う。我が家庭を守るという前提として扱う。世の中全体を守るとして扱う。人間はその認めたものが現れるという法則があります。だからその相手を認めた、そういうふうに認めたらそれがだんだん現れてくる。そして自分自身もそれを自分を認めたらそれが現れる。自信がついたって上手くなった、速くなった、強くなったって、私は日本語間違ってると思う。ついたって変な、自信がついた。ね、ついた。ついたんじゃなくて、もともとあった自分を認めた。自分の能力を認めた。ということ。そのように相手を認めたときに、そのように接していきます。ここはものすごく私たち人間社会で生きていると大事なところです。だから人間社会は全部、モチベーションというのもやる気とかね、動機づけとかって、やはり心なわけです。お客様のニーズ、求めているものも求めているという心なわけです。何々を求めている。だからそういう、ね、心をキャッチすることによって、それによって、それに的確な手を打っていったときに、会社というのは伸びるし、人が集まってくるし、そして病気も治っていくし、ということなんです。まあそういうことを、そういう前提でやってきて、まあ結果的にですね、やっぱり間違いない、やっぱり間違いない、やっぱり間違いないという、ということなんです。生身の人間を扱い続けて、もう私はかれこれ20万人ぐらい扱って、まあ、そして、結果をちゃんと実物を見て、本当のその人を見て、生身の人間として扱ってやってます。なるべく自分を信じすぎないように心がけてました、今までは。まあ、そういうことで、でも、やはりこう、結果が出るわけです。